そなたがこの牧場の主か。ああ、そのつもりで訪ねてきた。もしよければ、うるやぎの皮を譲ってほしい。できるだけ頑丈なものをな。いいから。お前は来るな。私のこの姿を見られたくはない。でもそれ以上絡まったら危険ですよ。服だけじゃなくて、先輩の体が傷つきます。消えることはない。Walk in here, but I guess I'm just stepping into it. We're supposed to be doing stuff with Valentino now. Well, this doesn't look right. You're not an adult woman. You're both children. Konnichiwa desu, Kirito. Yo, nani shite run da, futari tomo? Ima kara otakara sagashi ni ikun da. Kirito mo iku? Otakara sagashi?対策本部の武器保管庫で優先度の高い武器がないか見に行きます。今のも使い勝手がいいけど、次買えるならどれがいいかなって算段しときたいじゃない。武器保管庫か。確かいくつか宝物庫の武器を持ち出してきたんだよな。重いお宝があった時、荷物持ちをする人が必要なので、ぜひとも来てほしいです。え、最初から荷物持ち要員なのか。よし、それじゃあ出発。行きましょう。いや、俺の話を聞いてくれ。とはいえ、did I walk into the right quest? かなり興味があるな。まあ、二人についていくとするか。Confused if I'm on the right quest or not. I'll just keep letting it go. I mean, I don't remember this for one, so I don't know. やはり私たちが使えそうな武器で人気級はなかなかありませんね。そうか、人気は最上階に置かれているから宝物庫にもない。ここにも当然持ち出してきてないってことか。うん、聖騎士になって実力が認められたら最高司祭様が特注のものを作ってくれるみたいなんだ。今は最高司祭様がいないのでどうなるのでしょう。最高司祭代理様が神器を作ってくれますかね。それはわからないな。でも必要ならカーディナルも作ってくれたりして。あれ、これはどうしたの。鏡かな。ひび割れてるけど、これがどうして武器を管庫に。ちょっと誰かいるの。あ、finally now I feel like I'm on to the right event。 え、二人ともどうして俺の後ろに隠れるんだ。いや、なんとか言ってくれよ。
一体誰です？許可なく勝手に武器保管庫に入ることは禁止されています。あら、坊やだったの？ダメよ、保管庫に勝手に入っちゃう。いや、俺はそのこの保管庫は聖騎士以外は入っちゃいけないことになっているの。まあ緊急事態は別だし、坊やだったからよかったけどね。今のうちだよ。はい、じゃあね、ファナティアお姉様、さよならです。あなたたち待ちなさい。悪い、無断で入っちゃいけないって知らなくてさ。坊やは知らなかったでしょうけど、あの子たちはその決まりを知ってるはずよ。なあ、そうか。じゃあ今は魔獣が現れる緊急事態だから入ってもいいって判断したんじゃないか。そうね、あの子たちも今や聖騎士ぐらい働いてくれているし、それぐらい許してあげようかしら。騎士が武器に興味を持つのは当然のことだしね。やっぱり変わったな。あら、どうして？いや、最初にファナティオに会った時は兜をつけた厳格な騎士様って感じだったからさ。その通り、坊やのせいで少し柔らかくなってしまったのかもしれないわ。坊やとの戦いで私は体裁を作ろう無意味さを知った。こうして兜を脱ぎ捨てた今となっては、他人を寄せつけないトゲトゲしいだけの副騎士長として振る舞う必要はなくなったのよ。ファナティオ。あら、そういえば手に持っているのは何？もう実は保管庫の中で見つけたんだ。そうなの、ここに保管されていたとはね。その鏡は私の天選権に関わりがあるのよ。な、そうなのか。あ、もしかして。そう、天選権の元になったのは最高司祭ゲイカが所持していた千枚の鏡。剣になった分以外は全て失われてたと思われていたけれど、まさかあの保管庫の中で眠っていたなんてね。そうだったのか。以前最高司祭ゲイカは千枚の鏡を使って巨大な光を放つ砲台を作ろうとしていた。鏡が足りずに結局私のところで天選権になったのだけれど、今残りの一枚が見つかったのなら、この天選権を当時ゲイカが描いたものに近い形で強化できるかもしれないわ。なるほどな。でも、ひびが。これくらいの傷なら鏡を修復する素材、暁の銀粉で直せるかもしれないと聞いたことがあるのだけどね。暁の銀粉？それってどこにあるの？私もわからないのよ。それに今の天選権に不満もないから探さなかったの。なるほどな。何よ、そんなに目を輝かせて。いや、せっかくなんだし強化してみたいと思ってさ。わざわざ私の武器を？なあ、だって気になるだろ。よし、暁の銀粉について調べてみるぞ。もう勝手に決めちゃうなんて、本当に坊やは物好きなんだから。ダメよ。ファナティオ、暁の銀粉について調べたんだ。南帝国の砂漠にあるんだって。へえ、砂漠のどこにあるの？砂漠のどこかだ。範囲が広すぎないかしら。広いけど探せばどっかにあるだろ。
一緒に行こうぜ。それに大図書室で調べてある手がかりを見つけたんだよ。でもどうしてそんなにも私の転戦権を強化したいの？いやだってそんなすごそうな兵器をあのアドミニストレーターが作ろうとしてたなら、残り1枚の鏡も見つかったことだし、今からでも修復すべきだと思うじゃないか。坊や、分かったわ。でも私一人で行く。なんでだよ。砂漠地帯でひたすら暁の銀粉を探すなんて途方もないことだと思わない？そうかもしれないけど、言い出しっぺは俺なんだし一緒に行くよ。よし、それじゃあ準備しようぜ。もう本当にしょうがないわね。私一人で行くって。男に二言はない。行くと言ったら行くんだ。でも今に倒れそうな顔してるし。女性たちから幻滅されてしまうわよ。ね、女性たち？アスマって意味ならそう思われないよう気をつけるけど。まあいいわ。そういうところも慕われている理由なのだろうし、木念人なところがあの人に似ているといえばそうなるのかしら。困ったものね。ファナティオさん、一人で納得しないでいただけると。It's really just saying whatever epiphany you're having, I'm just waft out of it. ごめんなさい。そういえば、坊やがさっき言ってた手がかりって何なの？なあ、暁の銀粉だけど、探すにあたってちゃんと手順はあるんだって。暁の銀粉は銀というだけあって。ある条件のもとで銀。なるほどね。その条件は？真意の力を行使すること。強き心に反応し、人気の原料となる銀粉は輝く。強き心ね。少し難しそうだけど面白そうだわ。それでは強く願おうかしら。Up. Here's their one fight they're gonna do themselves. この砂漠に救う魔獣。どっちにしろ、真意を披露することになりそうだな。
少しだけど。どうしたの、坊や。ここ、やっぱり暑すぎるぜ。そうかしら。むしろ私は涼しくて快適よ。あの兜をかぶり、自分を押し殺していた時代に比べればね。そうですか。それは良かったですね。それじゃあ、また探しに行きましょうか。まあ、暑いけど頑張ろう。しっかり暗くなったわね。うん。ああ、そして今度は寒い。さすがはアンダーワールド。ペインアブソーバのついた他の VRMMO と違って、現実世界と遜色ないんだな。Easy is what you're talking about, man. You can't just tell her that. She doesn't know what that is. どういうこと？ He's delusional. ああ、いや。俺が前いたところと同じだなって。坊やが前いた世界でも砂漠の夜は寒くなるということ？なあ、まあ砂漠なんて行ったことはないけど、そういう風になるって聞いたことがあるよ。こうして日が沈んでいくと、砂漠が真っ赤な海のようになって美しくなるってことも。確かに。物悲しさと美しさを兼ね備えた光景ね。こういう時間帯を黄昏時というのだそうね。ああ。同じ日の光でも照りつけるような日中の光もあれば、このような光景を生み出す光もある。そして私の持つ天線圏の光はそれらとも異なり、直線的に標的を焼き尽くす力を持つ。光の多様性を一つ一つ理解することもまた、この人気を使いこなす要因になり得るのかもしれないわね。そうかもしれないな。そういった意味ではこの砂漠での素材探しそれ自体がファナティオにとってのいい試練ってやつなのかもしれないな。坊やのくせになかなか鋭いことを言うわね。確かに生きてきた時間は全然違いますけど、そろそろその坊やを。そうね、私は長い長い時間を生きてきた。騎士として女性である自分を押し殺してね。実はね、私が天線圏を強化しようとしなかったのには理由があるの。理由？なんだ？天線圏を強化すれば、これまで絆を結んできた私と剣の関係が変化してしまうかもしれない。武装完全支配には剣との絆が何より重要だということは知っているわよね。まあ、もちろんだ。ファナティオはその絆が強化によって壊れることが怖かったのか？ええ、私はこの子を心から信頼している。いつでも私を勝利へと導いてくれたこの子をね。だからこそ天線圏に手を加えることはこの子に対して無礼なんじゃないかって。要するに変化を恐れていたのよ。この子と絆をつないだこれまでのままでいたい、そう思っていた。変化を恐れていたか。ええ、でも坊やと出会ってからはそんなのどうしてか馬鹿らしく思えてきたわ。俺と出会って？ええ、坊やのおかげでいろんなものが変わったの。坊やと出会ったからこそ私は以前のように兜をかぶることもなくなり、女性であることも恥じず戦うようになった。そしてその変化をこの天線圏は受け入れてくれている。変わった私と今も共に戦ってくれるの。そうか、だからファナティオは変化を受け入れようと思ったんだな。ええ、
また砂漠の魔獣か。そのようね。追っていきましょう。あいつだな。行こうぜファラティオ。待ちなさいキリト。あの者はこれまでと違うわ。より大きく凶悪で禍々しさを感じる。まるで砂漠の主だな。どちらにしろ倒さないと素材採集は続けられないさ。そうね、やりましょう。絶対にやれると思うぜ。そう、私はこの天仙剣と変化した今の自分自身を信じている。さあ共に行きましょう。全ての変化を受け入れ、さらなる強さを手に入れるために、今こそ枷より放たれよソルスの光。悪しき者たちに裁きの光明を降り注げ。リリースリコレクション。倒したわ。ん？なんだあれ、光ってる。どこ？今の魔獣を倒したところだ。これね、確かに銀色の光っている粉末状の素材だわ。もしかしてさっきファナティオが放った武装完全支配術とファナティオの真意に呼応したのか。でも本当にこれかどうかはわからないわ。ステイシアの窓。え？違う、似てるけど名前が。黄昏の銀粉。くっそ、類似素材かよ。残念だったわね。黄昏の銀粉か。暁の銀粉じゃなくて。暁って確か明け方の時を指す言葉だよな。ええ、そのはずよ。ってことは暁の時間帯にならないと採集できないってことじゃないのか。なるほど、今は黄昏時だから黄昏の銀粉が手に入ったと。そうかもしれないわね。なら簡単だ。ここで夜を明かしてみよう。それで明け方にもう一度試してみるんだ。わかったわ。でもいいのかしら坊や。私と二人でこんな誰もいない場所で夜を明かすだなんて。え？彼女たちが知ったらなんて言われるのかしら。ファナティオ副騎士長殿、その辺はうまく言っておいていただけると。さあどうしようかしら。そうそう、こんなこともあろうかと西帝国産の布を持ってきているの。
Why are we talking about blankets? What are you gonna do? なんと準備がいい。じゃなくて、一緒に同じ毛布になんて入れません。ユージオとなら、一緒の毛布で寝たりするの慣れてるけど。いいじゃない。やましいことは何もないんだし。風邪なんてひいたら大変よ。ほらほら、一緒に休みましょう。ああ、誰か助けて。そして朝がやってきた。He was forced to sleep with the woman. あら、坊よ。顔にクマができているわよ。一睡もできなかったから。もう、ちゃんと寝ないとダメじゃない。一体誰のせいだと思ってるんだよ。というか、また暑くなってきた。でも今が暁の時よ。よし、それじゃあまた天線剣で真意を込めた技を打ってくれ。ええ、ようやく分かったわ。輝きを手に入れるため、一体今の私に何が必要なのか。それは変化を恐れない心だったのね。おそらくな。それじゃ下がっていてちょうだい。了解。我が天線剣、あなたは私の姿を映す鏡。映る姿がたとえ移ろい変化しようとも、我らの絆は絶えることもなく、さらなる強さを手にすべく、私と共に変化を受け入れ、共に歩んでいきましょう。リリースリコレクション。坊や、銀色に輝くものが地面に。やった、これか。念のため素材名称の確認を。よし、暁の金粉だ。これでようやく鏡が直せる。ありがとう坊や。いえ、キリト、これで私の天線剣を強化できるかもしれないわ。なあ、ずいぶんこの砂漠に長居しちまったけど。え、そうね、暑かったり寒かったり、そしてまた暑くなって。俺もだよ。早くセントリアに戻って水浴びでもしたい気分だよな。そうね。あら、キリト、あの丘の向こうに見えるの、oh, no. 泉じゃないかしら。ん、あ、本当だ、オアシスってやつだな。行ってみよう。あそこなら帰る前にさっぱりできそうだ。I can already see how this is gonna go. She's already gonna take off all her armor, get in a towel, jump in the water, and he's gonna be like, "What are you doing?" And if they do that, I'll be surprised if it's not in a weird angle as they usually are. She's already in.本当ね、坊や。水が気持ちいいわ。うわぁ、ファラディオさん、なんて格好。今さら何を驚いているの。 I don't know, man. 泉に行こうと誘ったのは坊やの方でしょ。そうなんですが、いきなりファナティオさんがそんな姿になるとは思いませんぜ。I'm surprised that this could have been a lot worse, but it's not. というか、バスタオル、じゃなくて、なんでそんな布持ってきてるんだよ。あら、これは昨日使った西帝国産の布よ。毛布にもなるし、こんな風にも使えて便利なの。便利なのじゃない。あら、もしかして裸の方が良かった。大胆ね。断じ
ジでそういう意味じゃない。別に裸じゃないんだからいいじゃない。坊やは牧年人だし、こういうの平気かと思ってたけど、やっぱり男の子なのね。お、俺あっち見てるんで。別に近くにいてもいいんだけど。そうだ、気になってたんだけどさ。何？そういえばファナティオ、昨日は暑さなんて気にしないとか言ってたのに、今日は暑がってただろ。今も汗を流したいって。それってどうしてなのかなってふと思ってさ。そういえばそうね。それはもしかしたら、こうしてこれまでも聖豪騎士の禁忌から解き放たれて、兜を脱ぎ捨て本当の私に戻るにつれて、本来の私らしい人間としての感情を取り戻したのかもしれない。ファナティオだとするとキリト、いいえ、坊やには感謝しないといけないわね。あの、感謝してもらえるのは嬉しいんですけど。それじゃあ帰りましょうか。汗も流せてすっきりしたわ。そうだな。坊や、また汗かいてるじゃない。どうしたのよ。正確に言うと冷や汗かな。誰かさんのせいで。安心して、このことは二人だけの秘密よ。誰にも言わないわ。ありがたいけど、なんだか責任の重みが増した気がする。ともかく王都に戻ろう。武器の強化もしなくちゃいけないしな。Oh my god, this is the longest one. 本当にありがとう。おかげでまたこの天仙剣と新たな絆を結べそうだな。坊やともね。それはどういうどういう意味かしら。まったく、本当誰よりも強くて頼りになるけど、困った人だな、ファナティオは。I'm surprised that this one changed different and didn't have us turn back to the capital to end it. I guess we don't really get to see her sword change, not like I thought we would.